万世王子、万世王子、万世退路、万世王子は、国道十三号のうち福島県福島市から、山形県米沢市に至る区間の愛称である。現在の表記は、万世王子であるが、ここでは区別のため以下の表記を使い分ける。千八百七十四年、明治七年、福島県、忍部部城藩坂村、現福島市藩坂町第三区区長の立井は、一郎により、 それまでの米沢街道、板谷街道の往来の不便さの解消のため、かつて、米沢藩により通行が禁止された、明神峠越え、中野日子や明神峠赤浜の振動改作の陳情が、福島県庁に対し行われ、1875年、明治8年より、県の現地調査が行われ、路線案の定めが行われた。また、同年、当時の公務卿。 伊藤博文により、福島、山形両県に対し、福島から山形に至る明神峠越えの電信線仮設について、便宜を図る用途の通達があり、電信線と道路の予定線の調査が、両県により行われた。なお、現在でも、NTT の通信線はこの明神峠越えのルートが、取られている。1876年、明治9年、 山形県の初代県令に就任した三島道常は県内では主要産業である農業が盛んに行われていたが道路の状況は劣悪で産出される農作物の輸送手段がないため牛や荷車の数も著しく少なくもっぱら人が背負って運搬しているというありさまを目の当たりにした道路の整備の必要性を痛感した三島は 県民の暮らしを豊かにするにはまず道路を制し、経済活動を活発にさせる必要があると、力説して内務卿の大久保都道など、周囲の反対意見を押し切り、林県との間に多数の大規模な道路建設を推進した。山形県と福島県を結ぶ、従来の幹線路は、上山と氷を金山峠、小坂峠経由で結ぶ州街道であったが、 三島はこれを廃止、米沢と福島を、立子峠経由で結ぶ、仮安神道を新たな宇宙街道として隠した。福島県側は、福島中心部から、中野地内を経て、三津小屋水道、高平水道、大桁水道を含み、立子山水道東口までを航機とし、中野神道とも呼ばれた。土木県令とも呼ばれた三島が取った手法は強引な、もので、事業推進のため、 山形県令就任のこの年のうちに県内道路計画の告示を出して地元区長に工事金予算14万5千円の負担を求めそのうちの9万5千円が仮安振動に対するものであった万世王子の三等が担当した仮安振動にかかった総工事費は12万6 9九百円余りでそのうちの民費負担は75%残り25%は 官避負担であったが、福島県側の中野新道では、民費負担は17%余り、官避負担は国負担が11%、県負担が71%であった。水道工事は、仙台沈代より、火薬の払い下げを受けて進められたが、不慣れな工事のため事故が続発した。葉っぱ作業に伴う火傷や骨折など346事例が発生し、 うち4事例は死亡事故となった死者数負傷。福島県は高平水道東側の縁部地内に福島病院仮出張所を開設して治療を当たらせながら工事を続行させるとともに1880年には大阪鉄道局に職員を派遣してトンネル市歩行の技術を習得させている。現在の福島市内においては路線上の土地家屋の強制収容が行われ、 神馬町、現在の万世町通りとの交差点から大佐荘、現在の十六沼公園の南側までの路線、すなわち現在の神馬通り、市道、福島県道3号福島飯坂線、福島県道312号リド、笹谷線、福島市道笹谷中野線はほぼ一直線に、道が伸びていた。現在の福島市中心部の行政区画名である、万世町は、 万世王子の起点部分に位置することから名付けられ、ものである。狩安新道とも呼ばれた山形県側の経路上には、新沢橋、唐津川橋、太平橋、い公共の四つのコンクリート橋と、狩安水道、立子山水道の二つの水道を含み、立子山水道東口までを航空とした。中でも県境の立子峠に掘られた、立子山水道は、 全長がおよそ8丁、文献により864メートルから876メートルとメートル間産地に幅がある。という明治初期としては考えられないような長大な水道で、このトンネル掘削のため、三島はアメリカ製のトンネル掘削機を日本で初めて購入した。計画途中に福島県から立子山水道を約100メートル延長して、 線形を改良する提案が出された。立子山水道掘削の費用を全て持つことになっていた山形県は難色を示し、延長による工事費用を福島県で持つならばよいと回答した。検討を重ねた結果これは廃案となり、当初の予定に従って掘削が行われた。地盤の硬さと相まって難工事となったが、奇跡的にも1名の死者も出さず、 日本最長の水道として完成した。当時はまだ国内に自動車はなく、道路を通る最大のものといえば馬車であったが、それには十分すぎるほど大きな道であった。工事は4年余りの歳月をかけて完成し、1881年、明治14年10月3日に、明治天皇の行行を迎えて、開通式を挙行した。天皇は、福島県側も含めた、 この振動に対し、後に、万世の長きに渡しり人々に会い、される道となれという願いを込めて、万世王子と命名した。明治天皇巡行の後、大乗間降達により、国道3等に指定された。さらに1885年、明治18年には、当時の内務省により、国道39号に指定され、首都圏と東北地方を結ぶ重要な幹線として利用された。 東北地方を訪れたイギリスの女性旅行家イザベラ・ワードは当時の東北の悪路に並行したが万世王子が工事中の1878年明治11年6月に新潟から山形県の米沢に入るなり幅25フット約7.5メートルもある道路を見て芝叩く間に新しい世界に出たと驚き道幅は広く交通量も多く繁栄していたと伝えている しかし1899年、明治32年に、大宇本線が開通すると、旅客や貨物は鉄道によって運ばれるようになり、利用者が徐々に減ってきた。1920年、大正9年、旧道路法施行に伴い、万世王子は第5号国道に指定された。この頃から日本にも自動車が出現するようになり、万世王子も車道家の必要性が、 検討されるようにな。1933年、昭和8年から車道家改修工事が開始された。基本的に従来の道筋を踏襲しているが、カーブや傾斜を若干緩和している。山形県側の仮安水道は、拡幅を行うには、余裕がないとの判断から、取り壊されて、切り通しになった。残る二水道は、洞床掘り下げなどにより拡幅された。また、 立子山水道の山形県側の高校は、雪の吹き込みを避けるために曲げられていた部分を直線的に掘り直したため、山形県側には明治と昭和の高校が並ぶことになった。水道名も立子水道と改称された。改修工事は1937年、昭和12年に完了したが、明治の建設工事では1名の死者も出さなかったのに、大使、 昭和の改修工事では4名の死者が出た。第二次世界大戦後、1952年、昭和27年に交付された新道路法によって、万世王子は一級国道13号に指定された。しかし深い山中にあり一年の半分を冬季閉鎖すること、また建設から70年以上を経て老朽化していることから、増加する交通量に対応できなくなりつつあった。 そこで1957年、昭和32年より大改修の調査が開始され、1961年、昭和36年から、立子道路として、振動の工事が開始された。この工事では、道路の線形改良を含め、長大トンネルによって一年中峠を越えることが、できる道路を建設すること目的とされた。中でも、 立子峠を越える東立子トンネル、西立子トンネルは完成当時は国内で屈指の長大トンネルであった。立子道路は1966年昭和41年5月に開通し、県境付近が付け替えとなった。その後も改築工事が進められ、1970年昭和45年に福島市内の忍山トンネルを含む区間が開通して、 全線の付け替えが完了した。旧道とは大幅に経路が変わったが、引き続き、万世王子の愛称で呼ばれている。また、一般道ながら、当時としては高規格な道路が建設されたことから、立子ハイウェイとも呼ばれていた。これによりそれまでの万世王子は、集落部分を除き廃道となり、1972年、昭和47年には、立子水道が落盤により閉塞した。 2009年、平成20年2月、立子水道が経済産業省の近代化産業遺産に認定された。開通以来、山形、秋田両県と首都県とを結ぶ大動脈として機能してきたが、土砂災害の危険性のために連続雨量180ミリメートルで通行止めが行われ、冬季の雪害によってもスリップによる立ち、胃などの交通障害が多発し、 ア津若松市や宮城県白石市への迂回を余儀なくされることが多かった。そのため1998年より、立子トンネルを有する東北中央自動車道の建設が進められ、2017年に開通した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。